はい、こんにちは。今日も、インクトーバータングルスの説明ですね。説明っていうか、まあ書いていこうかなって感じ。で、セブンですね。I want to draw インクトーバータングルス2021 day 7モリッソモリッソなんだろう。チェリールブートさんかなです。ちょっとわかんない。で、このタングルがなんか問題というか、どういうタングルかわかりませんって話だったんですけど、存在としてはっておかしいけど、あれですね、あのエヌツェッペルだと思えばいいと思います。エヌツェッペルと似ていると思います。エヌツェッペルの丸バージョンみたいな感じ。ちょっと違うかな。クレイジーエヌツェッペルのもっとさらに自由バージョンみたいな、要するにテクスチャータングルですね。どこからどこまで書けばいいのか分かんないっていうことでしたけど、このストリングの中に書いていけばいいんじゃないかなと思います、ね。で、最初に書くのはこう丸とか四角とか、ちょっと石のようなイメージなんだと思うんですけど、こんなちょっとジョアン・ミロにも似てるなと思ったけど、色、この色とかはね、あのなんかこういう丸いのを描いていけばいいんじゃないかしら。で、この感覚としては、まあちょっとわからないけど、なんとなく石のイメージだから、石をこうコロコロっと並べてみるみたいな、そんなイメージでいいと思いますよ。いろんな石がありますよね、自然界の。何も考えずに描く。テクスチャータングルって考えるのが一番いいかな。で、これをね、つなぐんですって、何かで。こういうもので手をつなぐんですよ。こういう、なんだ、ちょっと、こうやつ。で、全部をこうつないで、まあ、隣り合ったのをつないでいくけど、これも特に、あんまり法則なくていいと思うんですけど、感じ。私も初めてだから This is my first try the tangle, this tangle. 今日はすごい静か、猫も寝てるし息子もいないです。静かだね。こんな感じで、私昨日もやったんですけど、ライブデイ6のなんか猫が障子をめちゃめちゃ破りまくるというハプニングがありましてなんかあんまりにもひどい叫び声とか入ってるから、編集にちょっと手間取っちゃってまだね、上げてないんですけど、今ちょっとアップしてるとこです。ちょっと待ってねって感じ。これ終わったら、あの YouTube ね、しっかりアップしようと思います。なんか編集しないであげようと思ってたんだけど、もうそういう時間ない、もったいないからと思って、無理ですね、もう編集しないとダメだダメです。だからラジオの人とかすごいですよね。生放送とか編集なしでずっと喋って、言っちゃいけないこととか言っちゃったりすることもあるだろうけど、多少の失言は許してあげてほしいと思っちゃう。だから、まあ、こんな感じでつながったですね。で、足りないとここうやって足しちゃっていいと思う。で、これで終わった後にじゃあ何が起こるかっていうと、今つなげなきゃよかったな。隙間にもう一個石が出てきたり、中にまた石みたいなの描いたりっていうことでおしまいなんですね。非常に自由でございますね。なんで、だからもうこの中にさらにこう石なのかな、何のイメージなのかちょっと分かんないけど、で、まあ、ラウンディングですね。ラウンディングしていくんです。結構割とこの子たちも太くなっていくんだけど、まあ、ここからは自由時間です自由時間です。
こういうのがあってもいいよってことですね。かわいいタングルで、これ自体もしっかり太くしていく。なんかオーラとかしてもいいかなと思いますけど、私はちょっとこれ今日こそ編集しないで終わらせたいけど無理かな。ちょっと08を使ってみよう。最初からちょっと太めので描いてもいいかもしれないですね。もし太めのがお好みの方は。そう、今日はだから猫が乱入しないように朝すごいいっぱい遊んで、お散歩も行って、今ぐっすり寝てましたけど、いつ起きてやってくるかわかんないですね。昨日破いたところ、今日も見てニヤニヤしてましたね。ニヤニヤはしてないけど、絶対ニヤニヤしてるでしょうと思ったけど、ここじゃわしが破いたのはみたいな感じになってました。デザインの発想はどうやって湧くんですか、タカポンさん。デザインの発想、全タングルですかね。全タングルの発想と普通のデザインの発想って違うんですよね。パソコンから入れました。ああ、ね、藤川さん、こんにちは。デザインの発想。基本的に全タングルっていうのは、結果を予測しないで書くものなので、最初にこういうの書こうっていうのは、本来はやらないんで、今も何も考えずに。あ、そうですか。全タングルですね。何も考えずに今書き始めてるんです。タングルに導かれるみたいな感じですね。なんですが、クラスやるときはそういうわけにもいかなくて、どんな雰囲気にしようかなみたいなことを考えて書き始め、クラスを構成します。あと初心者でも書けるようにとか、いろんなことを考えたり、どんな方を対象に書くかとか、あと今世の中的にどういう作品が流行ってるとか、どういうの書きたいのかなとかいうのを分析したりとかして、クラスの内容を決めるんで、そこにはデザインというかの、なんていうのかな、まあ、いろんな手順を考えたりするっていう作業が出てきますね。どうやって考えてるのかな、まあ、季節とか取り入れることが多いですかね。やっぱり今は秋だからなんとなく秋っぽい感じとか、夏はやっぱりこうスカッとした感じとか季節感は結構入れてるっていうか、そこからヒントを得ることってあると思います。あといっぱい自分でこう書いて、あ、これ楽しかったなっていうのを皆さんに教えたり、一緒に書いたりしたいんですけど、それ全員が書けないと悲しいじゃないですか。せっかく全タングル誰でも書けるって言ってきてるのに、すごいなんか難しいこと始めてできなかったって泣いちゃうとか、私も悲しいので、まあ、そこでどういう手順でやればできるかなとか、あ、これ楽しかったけどここはちょっと残念だけど省いて簡単にしようとか、こんな感じですね。どんな答えでよろしいでしょうか。まあ、だから全タングルのクラスで言えばね、やっぱりこのシェーリングをちょっと頑張るクラスにしようとか、まあ、そういう内容から決めたりとかします。先月やったのは偶然を楽しむっていうクラスにしたくて、要するに、あ、いろんなところにアンテナ張って作品作りされてるんですね。手順考えるのもう大変そう、タカポンさん。そうですね、手順考えるの大変ですね。慣れればでも慣れ慣れ
なかなか慣れないですけどね、うんうん、そうですね。だから何にフォーカスするかみたいなのも考えたりしたり、最初私も本当 CZT になったばっかりとかなる前とかはクラスを考えるなんていうことやったことなかったから、私絶対できないと思ってたんですけど絶対ってことはないけど、ちょっとそんなすぐには無理だなって思ってて、やっぱ難しかったですね最初。なんですごい苦労したのを覚えてます。なかなかこう難しくて、いろんな方のクラスとかに行くのがねやっぱいいですかね、うん、そうすると、あ、なるほど、こういうこうやって教えればいいんだなとかっていう発見もあるし、うん、そうですね。なんで皆さんもぜひ CGT、 いろんな方の CGT のクラス行くと楽しいんじゃないかなと思いますよ。私だけだとちょっともったいない感じですね私だけだと思ってそう、私のクラスも楽しいんですけどあの他の方のクラスもすごい工夫されてて面白いですよ。いいですね、リアルで質問来るとリアルタイムの質問、ありがとうございます、嬉しい。そう、あのまあ洋服とか その今私洋服のテキスタルデザインもやってるんですけど、 そういうのになるとまた、コンセプトとかなんかいろいろテーマとか絡んでくるので、好きなようにやっちまいましたみたいなのは、あ、なんか季節感とか考えてるのはその 本職のそれがあるからかもしれないですね。なんとなくこう今この色がいいとか、これなんかちょっといいんじゃないみたいなっていうのありますね。あと昔私洋服のデザインの先輩にちょっと、先輩って言っちゃ変だな、まあ、あの私あんまり洋服、他の人の洋服のデザインを見たりしないようにしてたんですよね、真似になっちゃうから真似したくなっちゃうから。でそれなんか それじゃダメだわよって先輩に言われたことあるんですけど、私はね割とこうなんか全然違うジャンルのものからインスパイアされた方がなんか真似にならないしいいんじゃないかなって私は思うんですけどね。だからゼンタングルも同じで、ゼンタングルを誰かの描いたゼンタングルを見ながらその何か新しいことを考えるとやっぱりそこの真似になっちゃうんで、なんか全然違うジャンルのところから何かこう持ってきた方がなんだろう、楽しいっていうか新しいものが生まれる気がしますね、うん。猫さん出遅れました、おはようございます、おはようございます、すいません私の時間がいつも気まぐれにやってて申し訳ございませんって感じ。そうだからゼンタングルも私のワンオンワンとかね受けてくれた方はビデオの中でも紹介してるんですけど、まあ、その身近にある自然だとかからヒントを得たりとか、あとはまあお道具からでもいいと思いますよ。この道具使ってなんかやってみたいみたいなのから膨らませていくっていうのも面白いし、あとまあ建築物とか、あと食べ物とかでもいいと思うし、何でもいいから、ちょっとゼンタングルもちょっとオリジナルの考えたいんだけど何も浮かびませんって方は全然違うもの見てみて、それこそ洋服の柄とか見て、あ、この柄かわいいとか、なんかホテルとかの床の絨毯の模様とか突然そこから何かが浮かぶかもしれない。なんかこのタングルめちゃめちゃかわいいですね楽しいこれ色をつけなくても可愛いけど色つけても可愛いだろうな。
グッドモーニング先生、ファン・シュワン・シュワン MCC さん、グッドモーニング。どこの人かわからない。で、今日またちょっと違う画材をご紹介しようかなと思って水彩絵の具用意してるんだけど、どうしよう、これ色つけない方がいいかな。なんか色つけなくても可愛い。でも色つけるとなんかステンドグラスみたいにもなりそうな予感ですね。他に何か、ご質問あればお待ちしております。よし、じゃあ水彩絵の具ね、使ってみようか。ここさ、なんかもっといっぱいやりたいけど、私ね、水彩絵の具なんかすっごい安物なんだけど、こんなの用意して、赤系だからさ、今回赤っぽいの、ちょっと緊張しちゃう。私あれがない、ティッシュとか用意してないからさ、たまに事件が起きるかもしれない。ドバドバ出るやつだった、これか。私もいけてないです、筆ばっかり。色つけない、色つけはいつも何にされてるんですか。アクリル絵の具は使えないですよね。アクリル絵の具でもいいですよ。アクリル絵の具大好きです私。あ、でもゼンタングルには使わないですね。なんでかっていうとですね、準備が大変だからです。チューブから出して、パレットだか、まあなんかいらない紙でもいいですけど出して、で筆と水用意してってなると、結構私にとってはすごい大変全然大変じゃないんですけど、なんであんまり使わないんですけど、あ、でも昔私はアクリル絵の具大好きなんでよく使ってて、その時はちゃんと用意してましたけどね。ゼンタングルってこう気ままに始めるんで、こう気ままに使える道具をなるべく使うようにしてます。そう、でもアクリル絵の具が気ままに使える人もいるんでいいと思います。ください。アクリル絵の具ね、私昔アクリル絵の具をこう先に塗って、でその上にペンでなんかゼンタングルみたいな模様を描くみたいなのをやってる時があったんですけど、結構前ですけどね。楽しいですよね。私アクリルガッシュがすごい好きで、なんでかっていうと重ね塗りができるから。ああ、昔トールペイントで使っていたアクリル絵の具使います。うん、慣れてる方だったら全然いいと思いますよ。アクリル絵の具ね、楽しいですよね。重ね塗りができるんで、ガッシュがすごい好きでしたね。だから不透明な絵の具なんですけど、岩彩も使えますか。あ、岩彩は私は、あ、岩彩も使えると思いますよ。あんまり使ったことないんでよくわかんないんですけど、あの粉みたいなやつですよね。粉じゃないのかな、ちょっとわからない。岩彩って固まってるやつかな。何でも使えるものを使っていいです。Love your work. Thank you. ありがとう。あのねだって、今私書いてるのマルペーパーっていう、私が作った紙なんで、作ったっていうか、ご提案してるねお道具なんですけど、普通はあれですね、ゼンタングの公式ペーパー使うんですが、その紙はすごい水彩絵の具用の高級紙で、とってもしっかりしたものなので、どんな画材でも使えると思います。
ちょっとね、丸ペーパー、このペーパーはね、そんなに、厚みがないので、水分が多かったりすると、ちょっと反ってきたりとかしちゃうんですけど、絵手紙とかに使う絵の具です。アドバイスありがとうございます。あ、全然いいですよ。何でも聞いてください。絵手紙に使うやつ、大丈夫だと思います。全然。使ってください。ジェンタングルってノーミステイクって言われてて、こう失敗がないとか間違いがないとかって言うんですけど、何でもいいんです。何やっても怒られないです。たとえそこでなんか紙に穴が開いちゃったりとかするかもしれないけど、それも怪我さえしなければ大丈夫だと思います。あんまり普段やらないことやってるからちょっと時間かかっちゃう。あとこの絵の具安いから、なんか不透明ですね。ちょっと透明水彩じゃないなんでこうか黒の上にかぶると、なんだろう、黒が消えちゃう。ちょっと水彩鉛筆の方がなんか綺麗かもしれないですね。はい、キママ。なかなか乾かないですよね。鉛筆入れていこうと思います。鉛筆入れているうちにきっと乾くであろう。基本的にはジェンタングルって白黒なんですよここまで色の説明しといてなんでかというとですね、色を使うと、今ご相談にもあったように、まず画材何使おうとか、色は何色がいいんだろうって悩むじゃないですかね。で、その悩むのが もったいないというか、始められないともったいないので、まずじゃあもうペンと鉛筆で始めましょうっていうのがジェンタングルです。なので最初はね、白黒から始めるといいですね。で、迷わずに書き出せる。ちょっとそれがね、すごくいいなと思ってるんですけど。どうしよう、何書こうみたいな。何使おうっていうのはなく、ただね、本当にこれと、これだけなんですよ、道具。ジェンタングルって、あと白い紙、こういうジェンタングルの紙、すごいいい紙なんです。ちょっと汚いけど、これこういうやつ、お途中のかきかけ、白黒で、あともう本当に小さなスペースがあれば、手のひらの上でもね、かけちゃうから、手のひらでもいいんですよ。手のひらでもかけちゃうっていうね、こんな感じです誰も聞いてないかもしれない色鉛筆にしよう。色鉛筆の方が使いやすいです。しまったですね、ここほら、こういうところがちょっと、なんていうの、インクが乗っちゃう、インクっていうか水彩の方がね、なんか顔料が濃いのかな。あんま気にしなくてもいいか。気になる人は気になるよね。水彩鉛筆なんかそんなことあんまない気がするから、はい、いいやつを買おう。桜さんのいいやつがあるんだけど、ちょっとさ、まだオープンしてなくってもったいなくてめちゃくちゃですね、私、はい、楽しい。これなんか地球じゃない、なんか宇宙、細胞細胞みたい。乾いたかな、乾いたらこう
ここにもなんかシーリング的なものをしてきた。できんのかしら。すごい鉛筆が乗っちゃう。乾いてない。と面白いタングルでした今日のやつ。もう過去形になってるけど。モリスソウかな。読み方が分かんないんだよね。まあ、読み方もね、まあ、自分の解釈で読んでいいと思います。私の名前もみんな発音できなくてシエって言うんですけど、シエってみんな言えないんだよね。誰からも発音されやすい名前の人っていいですよね。マリさんとかマイさんとかアイさん、実験みたいな感じになっちゃったけど、可愛いじゃない、すごく可愛いとかな。光はもう気にしないでやっていこうかな。やっぱ石みたいなイメージになっちゃうね。石、石、 It's like a stone。ストーンズイメージ、真っ赤が欲しい。真っ赤、I want to add red。 お、なんだなんだ、どこに住んでるかバレちゃう。これは、あ、 J アラートだ。防災テストです。なんて言ったらいいの。終わった。あ、それだけなんだ。うーって言わないんじゃない。これから言うのかな。ね。こんな感じで、も色とか鉛筆も順番も気にせずに。じゃあやっちゃっていいですかね、皆さん。では、ハイライトかなんかちょんちょんって入れておしまいにしようかと思います。お、ジロミさん、こんにちは。ちょっと、もう終わっちゃうんだけど、ごめんね。全部じゃなくていいし、これに何の意味があるのかちょっとわかんないけど、なんとなく、石なイメージ。不思議なタングルでした。楽しかったです、すごく。モリソウでした。皆さんも書いてみてください。どこが上かわからん。なんとなく今日は大文字。あー、びっくりした。やめてほしい共産党。はい、ではさようなら。またね。